はい、こんにちは。げんちゃんです。はい、どこかで見たことある風景、記念すべき第1話でですね、タイ入国編をやりましたけども、全く同じスタイルで今日もタイに入国しました。前回12月に来ましたけども、今日は年が変わってですね、3月12日、3ヶ月ぶりに、タイに戻ってきたところです。タイ人なら誰もが知っているすごい有名なアメリカでいうとカーネル・サンダースみたいな感じで、超大物社長と、さらにですね、ミャンマーボーダーライン、前回とは違うところに突撃をして、本当に皆様のおかげさまでご支援いただきました。ありがとうございます。160万円ぐらいかな、現時点でお金が集まってますので、まあ、簡単に計算しても4000人以上ですよ。今回も盛りだくさんの旅、第2回目ですね、タイの旅を満喫してください。それでは頑張ってこってまいります。イエイ。今回もお約束でホテルに行く前にですね、PCR をして、ホテルはですね、隔離専用のホテルに泊まります。ホテル取るときにですね、PCR がセットになってるんですよ。PCR とホテルのお迎えがセットになってまして、空港に着いたら、そのホテルの名前を言うと、こう車に乗せていただいて、で、ドライブスルーで PCR をして、ホテルに着いて、結果が出たら外に出ていいですよ。次の日からは好きなホテルに泊まれます。ですので、前回同様ちょっと早めにですね、 PCR の結果が出たら、今日の夜はダイエット中ですけども、ビール飲んでもいいですかね。はい、ホテルに到着しました。 PCR 検査が終わってホテル到着。今日はね、ジャスミンホテルっていうですね、スクンビットって日本人が多い麻生区っていうエリアなんですけれども、ジャスミンホテルっていうホテルで、一番安い部屋取ったんですけども、なぜか空いててグレードアップしてくれて、いい部屋ですね。 PCR 検査とホテルのお迎え全部ついて1万円ちょいかな、日本の今回は楽天で取りました。じゃんじゃじゃん、ね、仕事来るといつもこういうところに泊まるんですよ。いいでしょう、これ大都会で、キッチン、自分でもキッチンで料理できるようになっています。お部屋から PCR の検査出るまで一本も出ちゃいけないんですけども、こういう感じのルームサービスがね、ちゃんとあります。ホテルのですね、隔離時間がなんか前回 5,6 時間だったんですけど、今回はなんか朝までかかるんじゃないかって言われて、イラッとするときは風呂に入りましょうということで、泡トロ、海外出張行くときはこういうのを持ち歩いて一人でバスタイムを楽しむ。で、絶景はここ。お風呂でも入りますか、暇なんで。仕事せってな。せっかくなんでホテルを満喫させていただきたいと思います。僕はですね、独身で彼女もいないので何をしても自由なんですけれども、残念ながら一人で隔離で、一人でカメラを見て喋ってるかわいそうなおじさん社長です。早く隔離を開けることを祈ってます。はい、おはようございます。隔離からですね、一晩開けてまだちょっと、外に出ていいよっていう返事が来ないですね。今回遅いですね。黙っててもしょうがないので、こうジャスミンホテルではですね、屋外プールにサウナがついてるんですね。せっかくなんでサウナに入ってみましょう。はい、できちんとプールが見えた。いい感じですね。はい、ここがプールかな、あ、サウナかな。はい、見つけました。温度105度、あったかいかな。誰か、お、なんと導流がついてる。これは嬉しいな。
で、あそこで外気浴。はい、いよいよサウナに入ったんですけど、メガネつけてますね。理由はですね、全然温まってない、まだ。まだ35度ぐらいですね。でもなんか外で待ってても仕方がないので、ここでゆっくり蒸されていこうかなと。こうしてる間にもね、隔離を解除されるかもしれないので、まあ、そんなに長居はできないです。ホテルで足止め食らった分、こっからがちょっと忙しくなっちゃうので。でもね、見てください、これサウナめちゃくちゃ清潔感があって綺麗なんですよ。これいいですね。サウナの効果ってもう頭がですね、スーッとするんですよ。よくサウナが暑いから怖いとか、水風呂が嫌だよって方もかなりいらっしゃるんですけれども、結構経営者の方がめちゃくちゃ入ってる人が多くて、だから冷めない前に飲んでるその話になったんですよね。なんでサウナ入るんですかっていうふうになって、あっ、毎回サウナに入るとめちゃくちゃ思いつくんですよ。いろんなことが思いついて、最近はですね、今回海外なんて持ってきてないですけども、 Amazon で買った防水用のメモ帳、それとダイソーで買った鉛筆、これを持ち歩いてます。サウナとか水風呂とか、特に外気浴で思いついたことを思いとどめないのはもったいないので、もうこれは仕事だと思ってます。サウナに行くときには大体朝7時ぐらいから行くんですけれども、自分を整えて、会社のために、自分のプライベートに対してもそうですけども、どんどん思いついたこととか考えついたことをとどめていく。これってですね、なかなか得られないものなんですよ。話してる間にだいぶサウナも暖かくなってきました。おー、いい音してきた。これでもかけすぎるとカメラ撮れなくなるのでね。汗かいたら水風呂、プールにドボン。ここからサウナです。サウナ、水風呂だね。うわ、ぬるいな。溺れかけました。今、水風呂の代わりにプールで外気浴ですね。外気浴じゃないや、水風呂ですね。はい、水風呂という名のプールが終わりましたので、ここからは、外気浴をして体を休めたいと思います。外気浴をしてるんですが、めちゃくちゃ汗が出てきます。朝なんですけど31度、これじゃ整えないのかもしれないですね。でも入ってる間にサウナが熱くなってるはずなので、もうワントライしてみましょう。ちょっとスタートが70度スタートなので、今度は期待できるかもしれないですね。バッチリ頑張っていきたいと思います。よいしょ。はい、フロントから連絡が来まして、無事陰性です。ようやくこれからホテルを出られます。今ですね、ロビーにですね、てっぺんの大島俊ちゃんが待ってくれてるので、これから2人でチェンマイに移動しようと思います。イエーイ、大島さんめっちゃ会うの楽しみ。久しぶりです。はい、お久しぶりです。今回もよろしくお願いします。OK、じゃあ行こう。はい、行きましょう。はい、今空港に向かってるわけですね。我々は今日何をするんでしょうか。チェンマイに向かいます。はい、北の都チェンマイに一旦っていう大きな会社があるんですけど、そこの、はい、パンさんっていう社長さんがいらっしゃいます。タイ人で知らない人はいない。そうですね、タイ人の社長さんで一番有名な方だと思います。おそらくね、チャンネルサンダースですよね。タイの中ではそうでしょうね。はい、タンさんと5時から打ち合わせ予定です。はい、商談をして、その後はタンさんの持ってるホテルでパーティーが、今何時まで行くかですけど、はい、どうしましょう。2時、3時ぐらいまで決意しますか。そうですね、明日でも車の中で寝るっていう裏技もあるけど、寝れるかどうか分かんないですよ、車によって。うわピックアップトラックになる可能性あるんで。はい、はい、今回はトラックに乗って気にならないようにバー油を持ってきてます。なるほど。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。次はですね、いよいよ大島俊也さんと2人でチェンマイに向かいます。じゃあ皆さん、今日もいいねとチャンネル登録まだされてない方はよろしくお願いします。じゃあ次を見てね。You won't make